よしゴンタ、もうすぐ常務たちが来るからな。準備は、資料は OK あるな。飲み物あるね。書くものは OK。 よし間に合った。じゃあ会議の議題ホワイトボードに書いとこう。あれホワイトボードの、ゴンタ、ホワイトボードちゃんと準備しとけって言ったろ。お前どうすんだよホワイトボード。そんなとこないよ。もう謝って済む問題じゃねえぞ。お前大至急前ホワイトボード用意しろよ。のっぽさん聞いてちょうだいよ。ゴンタったらいけないんですよ。大事な会議の前にねミスしてんの。そうなのそうなの、いけないんですよ。あのね準備しとかなきゃいけないホワイトボードをねすっかり忘れちゃってるの。ねえのっぽさん、あのさすぐに言われて出てこないもの第一ってわかる？ん？知らない。それはねホッチキス。第二ってなんだかわかる？あの誰だか大体想像はつくんですけど、ちょっとねあの会議が始まるんで、ちょっとそれどころじゃないですよ。おお、それは大変でございますね。ホワイトボードが必要なんですね。あ、いや、では、そうなんですけど、この私にお任せください。のっぽさんに。何のっぽさん、いい考えがあるの？ゴニョ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 、いいな、いいな、いいな、はい、まだまだ、ゴニョ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 、いいな、いいな、いいな、何なんですか？え、何です？え、ゴニャ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 、楽しそう。のっぽさんとゴンタ君、そうなのそうなの、このねメガネには全然わからないと思うのよ。いや、悪口？悪口かよ。ちょっと待ってよ、本当にホワイトボードがないんでちょっと困ってんですよ。はい、のっぽさん、ささささっと足取りも軽く取り出しましたのは段ボールとゴミ袋でございます。え、それでこのポリ袋と段ボールの板が必要。はい、さささささっと鮮やかに中に入れまして、はい、そこのねヒゲのメガネの方も手伝ってください。みんなで力を合わせないとね、のろまなのはお顔だけにしてください。そうです、はい、ヒゲのメガネ、のっぽさんを見て大きくなったんでしょ。ちゃんと布テープで、はい、お手伝いしましょう。そこ貼るんです。はい、音楽に乗って楽しそうに。あんた誰なんだよ。はい、そうですそうです、にこやかに。そうですかね、はい、ヒゲのくるくるメガネ大丈夫ですか？はい、のっぽさんが鮮やかに取り出しましたのはペンでございます。そしてはいはい、このようになんて書いてるの？のっぽさん、ヒゲ見たいわ、見たいわ。ヒゲ親父、あ、俺のこと。そうそうそう、さあ立派なホワイトボードの完成。このようにも消せます。あ、消えた消えた消えた、ありがとう。おお、あ、やった、これで今日のプレゼン成功間違いなしって。ちっちゃえよ。こんなんじゃさ、これ題名書いたら終わっちゃうじゃん。ちゃんとしたさホワイトボード借りてきてよ。さあこうしてのっぽさんとゴンタ君はいずこともなく去っていくのでした。今日もお二人さん大活躍でしたね。はいはい、困った時はいつでも呼んでね。今度はみんなの会社に遊びに行くからね。遊びに来てもらっちゃ困るって。うわ、え、ゴンタってうちの社員じゃないの？